よし、やるかー。いやー、あ、ピカイチピカイチ、なんか嬉しくなっちゃうね。今日も幸先がいいですね。喉ガラガラだけど、今日もつ今日もつだけど、今よしやりますか。今日も腹減ったな、ちょっとちょ腹減ったな。麻婆丼食っていいっすか。いきなり30分くらい麻婆丼食わしてくれ。活躍の後見ます。なんか増えたかな。なんか増えたんじゃないか。最近全然、あ、一回友達を助けた白状なやつみたいになってきた一回しか助けねえけど、一回友達を助けた、8回泥棒に成功したとかどっちかっていうと盗賊団。よろしくお願いします。今日もやっていきます。アヒル団です。188時間やってます。さあ、で前回はね、まあ、海白竜の神秘の湖、そして毒の沼もね完成したということで、でその道中ね、石つぶてココドラヨマワルとか、進化させる子たちを仲間にしたんだけれど、そのままだったので、今日はねそのあたりからやっていこうかな。とりあえずココドラのレベル上げて、ボスゴドラのレベルまで上げなきゃいけないんで、一旦ねちょっとミッチーに頭下げてきようと思います。ミッチー、よろしく。今日もこれで来た。42、早っ。なんかめっちゃ早かった。なんだ、ゲンガーすげえ出たのかな。3経験値10何万とかだと、もうあっという間だね。15、6万ぐらいだったと思うけど、 PP マックス2本ぐらいしか使ってねえな。いいね、オッケー。じゃあこれで終わりかな。いやマジでこの方法考えた人、本当にお礼言いたいわマジでお礼言いたいありがとう。なんとかこの声届かねえかな、この方法を考えた天才に。ほんとすごい。これなかったらもう企画倒れだぜ。ちょっと待って、あらアイテム取ろうと思ったのに。いやフリーザー落ちねえだろ、飛んでんのに。まあ、いや、ちょっととりあえずじゃあ脱出します、このまま。あれ B がいなくなってる。まあ、いやよかった、書いてあった。よし、オッケー。マジ長かったこれね。じゃあこの間仲間にした子たちみんな進化できるかな。ブン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 、なんかめっちゃ首振ってない。ブン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 どうしたどうしためっちゃ首振ってる。ブン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 、見てこれ怖い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 、なんかケタ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 ちょっと夜中に後ろからなんか足音が聞かれて振り返ったら、これがさ、こうやって走ってきたらちびるよな、失神するわ怖いわちょっと。よし行くぞ。まずは真ん中、S からだな。目覚める者たちよ、ここは光の洞窟、何時あなたの進化を求むか、はい、何時道具を与えるか、いい、目覚める者たちよ、では始めるぞ。 S の様子に変化が。 S は姿が変わり、ココドラからコドラへ進化した。意味わかんねえけど、よかった、進化したければまた来るがよ。来たー、おー、なんか恐竜感が出ました。おい、いかつ、すげえ、ココドラからコドラでぐんと変わるね。さっきまで手乗りサイズみたいだったのに。いいね、ごついね、コドラ。のしのしのし、のしのしのしと歩いて。いいね、コドラな、コドラ、こっちがコドラな。ココドラからコドラに。なんかこの背中の殻の部分の動きめっちゃ気持ちよくないぬるぬる、ガシャガシャ。ゾイド、ゾイド欲しいな、コドラの。ガオガオってやってる。いいね、ガオガオ。こいつら鉄食うんだよな、確か。ココドラとかコドラとか。鉄を食って生きているココドラの図鑑だけど、鋼鉄の体で思いっきりぶつかれば大きなダンプカーも一撃でバラバラだ。壊れたダンプカーをむしゃむしゃ食べるぞ最低すぎるだろ、タチが悪すぎる。なんでなんでタチが悪いんだこいつら、そんなことするなよ。え、コドラ、ガオ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 。いいね、この武骨なデザインが、こびない。男は好きだな、こういうのな。かっこいいね、コドラね。よし、さらにかっこよくなる歩き方結構かわいいけど、のし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 、さらにかっこよくなるぜ。
ブン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 。なんこんな首振るんだろう。ブン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 。走れ走れ走れ、ここドラ。次は JSB の B。どっからか声が聞こえる。目覚める者たちを、ここは光の洞窟、何時新たな進化を求めるか。はい、何時洞窟があったらか。いい、目覚める者たちを出始めるぞ。 B の様子に変化が。 B は姿が変わり一体何になっちまうんだ。 B がアルファベットの何になっちまうんだ。そしてさらにさらにさらに、どっからか声が聞こえる。目覚める者たちを、ここは光の洞窟、何時新たな進化を求めるか。はい、何時洞窟があったらか。いい、絶対全部言う。目覚める者たちを出始めるぞ。 B の様子に変化が。 B は姿が変わり、コドラからボスゴドラですよ。屈強すぎる。進化したければまた来るかい。見てくれこの肩筋、肩の筋肉、尋常じゃ想像と全然違う動きしたわ。陽気じゃん、こいつも陽気じゃん。小島よしおみたいな動きしていや鍛えているのか、常に肩の筋肉を振るわずその動きなんなんいいね、ボスゴドラB いいな。そう、 JSOUL BROTHERS だからね、やっぱダンス、日々ダンスの練習をしている。いいぜ、 B ボスゴドラかっこいいな。より一層武骨になったね。たまらんな、このなんか昔ながらの怪獣感があるよね、ボスゴドラ。名前がまず名前のもう濁点よ、ボスゴドラよ。バク転ゴリ押し、たまんねえな。こいつがね、ダイゴさん、あのルビサファのチャンピオンのね、ダイゴさんが使ってくんだけど、この見た目で雷とか打ってくんだよね。あれがもう強えの、強えのよ。大変だったの覚えてるわ、ボスゴドラなんか癖になるなこの動き。なんか異常に滑らかじゃない、ヌルヌル動くよな。ダーテングとダンスをして、ボスゴドラ、いいね。 JSOUL BROTHERS 揃ったな。さあ、それではお次は誰の進化かな。ふん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 、生きてんな。ふん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 、いいね。やる気に満ち溢れてるじゃん。いいぞ、ただの石つぶてとはもう言わせねえ。どっからか声が聞こえる。目覚める者たちを、ここは光の洞窟、何時新たな進化を求めるか。はい、何時動画当たるか。いいえ、さあなるぜ。惑星にその姿を変えろ。サターン、サターンの様子に変化が。サターン姿があり、石つぶてからゴローエンジが勝利見てくれこの天に突き上げた量の拳勝利、完全勝利したサターン。うおー震えてるぜ、うおーつって見てこの白い歯、自信に満ちあ、おい、自信に満ち溢れたこの表情見てくれよ。ヨーヨーヨーつって歩いてるヨーヨーつってラッパーみたいな手の動きして見てこの歯、新庄、清原、そしてサタン、この白い歯たまんねえないいねえ、いいなあ、ゴロンって、そうか、腕4本あったのか。いいね、もう翼に見えるね俺には。今にも空飛びそうだろこれドラゴンの翼に見えるよ俺には、このサターンの両の腕が上の腕がよ、うーっつって、うーっつって、自爆もできる、大爆発もできる、このアピール、ゴロンゴロンいいよな、俺ゴロン好きなんだよ、なんか知んねえけどゴロン、なんかさ昔の何ピカ版とかのさグラフィックもさめっちゃ生きってんのゴロンマジでマジラッパーだからゴロン、なんか地元のチャラい先輩みたいなポーズで出てくるゴロン、ウィースつってマジでいいわこの笑顔、やばくない、この自信に満ち溢れたうわいいわ。おでも普通にさダンジョンで合ってるはずなのにさ、今初めて見たかのような気持ちになるわ、違うな思い入れが、自分のポケモンになるといいわこのままずっとこの顔してそう、何を言ってもずっとこの顔、この顔で怖いね、一番怖いタイプだ、怒らせたら怖いタイプ、怒ったとこ見たことねえけどゴロンいいね。さあそしてこのサターンをも凌駕する存在があと一匹いるらしい、ご尊顔を拝みに行こうじゃないか。ふん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 、
今までとはまた気合が違うな。ギベオン、そしてサタン。あ、すいません、ちょっとごめんなさい。ふん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 、隕石のギベオン、惑星のサタン、そしてその全てを凌駕する、そいつの名はテラ。どっからか声が聞こえる。目覚める者たちよ、ここは光の洞窟、なぜ新たな進化を戻るか、はい、なぜ情報を与えるか、はい、今回は通信ケーブルを与えます。そしてなぜさらに動画を与えるか、いいえ、目覚める者たちよ、では始めた。テラの様子に変化か。テラは姿が変わり、一すべてからゴローンし、あ、ちょっと今なんかゴローニャになるテンションだった。もう一回、もう一回、今あれって思っちゃった。どこからか声が聞こえる。目覚める者たちよ、ここは光の洞窟、なぜ新たな進化を戻るか、はい、なぜ動画を与えるか、いいえ、目覚める者たちよ、では始めた。おい、通信ケーブル返せよ、俺の通信ケーブル、俺の通信ケーブル返してくれ。お、取られた。ちょっといらないなら言えよ、そうやって。あいつなんか謎の神、謎の精霊よ、返せよ、畜生。なかなかやっぱテラになる道は長いというわけだな。しかしその全てを乗り越えたこいつは、こいつは今度こそ、どこからか声が聞こえる。目覚める者たちを、ここは光の洞窟、なぜ新たな進化を求むか、はい、なぜ情報が当たるか、はい、ここで通信ケーブルを与えます。まあ、通信ケーブルいっぱい持ってからいいや。なぜさらに道具を与えるか。いいや。目覚める者たちよ、って始めます。渾身の家も出た。テラーの様子に変化が。テラーは姿が変わり、ゴローからゴローニャ進化した。この後ろ姿、見てくれ、こいつの名前が。テラーよ、来たー。見てもう、もう相撲を取る気。もうこのガップルを捕まえてさ、誰でもこういう、この横綱の、横綱相撲のこのポーズ。たまんねえなー、おい。テラ急になんか、これもなんか急に変わったな。さっきまでずっと石だったのにさ、急になんか頭出てきたけどこれ何者なんだ一体、ゴローニャ。なんか急に怪獣になったな。なんかもう一段ぐらい進化しそうだな。メガ進化しねえのか、ゴローニャ。このなんか殻がバーンって爆発してさ、本当にガッチリがっつり恐竜になりそう。歩きにくいだろうな。歩きにくいだろうな。こんな体してたらさ、足がだってもうほら、ちょこちょこしか歩けない。ちょこちょこしか走れないもん。歩きにくくて、ゴローに。ほら、やっぱり、石つぶて、岩石ポケモン。ゴローン、岩石ポケモン。ゴローニャ、メガトンポケモン。謎の生き物。メガトンポケモン。急になんか抽象的すぎない？雰囲気で言っただろ絶対。初めて見つけたやつ、大きいとか知らんけど、メガトンポケモンのゴローニャ、謎だもんな。いいね、これでギベ3兄弟揃ったな。なんか感慨深いね。ギベさんはなんかさ、俺の中で準レギュラーっていうか、なんかピカイチと、まあ、コダックととかさ、あの辺がレギュラーで、ギベさんもなんか準レギュのポジションな感じがしてたから、ちょ、嬉しいっすね。よし、ちょっと会いに行きたいんだけど、その前にもう一匹ね、進化させる子がいるの。ちょっと先に進化させちゃうよ。ゆーらゆーらゆーら、ゆーらゆーらゆーらと腰に手を当てて、一生懸命向かった先はどっからか声が聞こえる。目覚める者たちよ、ここは光の洞窟、なぜ新たな進化を求めるか、はい、なぜ情報が当たるか、いい、目覚める者たちよ、出会い始めた。マサヨの様子に変化が。マサヨは姿が変わり、夜回りからサマヨールが進化した。来たー、サマヨール、このデッお、どうした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 、すごいすごい張り切ってるじゃん、サマヨール。マサヨちゃん張り切ってるね。これなんかさ、なんていうの、このムチムチっていうか、なんかこの低重心いいような、この大根みたいな大根みたいな足がさ、なんか可愛いんだよな。なんでだろう、サマヨール。でも体つくとこのやっぱ手かな、手が可愛いのかな。よいしょよいしょって、なんかちっちゃい子供みたいな、なんかやっとつかまり立ちから手を離し始めた頃の小さい子供、可愛いサマヨールね。サマヨール、これもね、そういや四天王で使ってきたな、サマヨールな。不要かな、ルビサバのサマヨール。俺、待ってーって、待ってーって言ってるでしょ、これ。待ってーって。これ、夜道をね、多分こうやって追いかけるんだろう。それは怖いわ。それは普通に怖い。
待って、ちょ汗のマークつけたいな。待って、お汗のマークすると途端に可愛いでしょ。待って待って、サマヨール、サマヨールのマサヨちゃんです。よし、これでこの間仲間にした子たちはみんな進化できたかな。よっしゃ、じゃあ会いに行こうぜみんなに。さあまずは J ソウルブラザーズが揃ったね。ちょこんとちょこんとギラスケがいますけど、いいじゃない。どう調子は。まずは、まあ、ちょっと J から聞こえちゃう。 J なだから怖えんだよ、その顔でニコッとされても。いや笑ってないで、絶対笑ってないだろ。 J 怖いよ。そして J、 S なんなんだよ、なんなのよみんな。 P はどう。こんなことある。こんなことあります。怖いよ。何を企んでるんだ一体。そしてギラスケは、ギラスケはそれを見てこらえるように笑ってる。そら笑うよな。なんでこいつら無言の意味を向けてくるけど。まあいや、なんか元気そうだ。ここね、確かリザードンとかがいるんですよね。そう、人影とかで、あとギラスケの進化系たちがいるので、まあ、こっちに来るんじゃないかな多分ね。スペース的にこんな感じだね。楽しみだな。この辺にちょっと、この辺に リザードンとか人影とか置きたいですね。ここなんかみんなすげえな、なんか強そうというかかっこいい感じのやつらが集まってるね。切り立った山、険しく切り立った山の奥地、そこには力自慢のポケモンたちが強い。まさにだね、まさしくバンギラス、そしてボスゴドラ、そしてリザードン。いいじゃない、いいじゃない、ここいいエリアだな。よっしゃ。じゃあな、なんか楽しそうだったからよかったわ。じゃあな。さあそれから、ここはねギベさんがね、ここにいるんだよね。ギベさんここがお気に入りなので、こっちに姫ちゃんがいるんだよね。ニコニコしてる、よかったよかった。そしてサターン、どう。おー、よかったよかった、サターンも気に入ってるわ。さらにテラよ。なんかすごい、なんか最近マジでハッピーじゃない。めっちゃハッピーだよねみんな。キャンディ姫が、キャンディ、悲劇のヒロインキャンディ姫、ちょっと落ち着かない。そしてミモザ、おしゃれミモザで、マサヨシな、正義の男よ、マサヨシがいる。ハッピー率高いよねやっぱね。いいね、もういいわな。それ気に入ってる顔してるわ。てこの白い歯、めちゃくちゃ気に入ってる顔してる。いいね、みんな元気。ここはあとは姫ちゃんが、そうだ進化カラカラとかがいるのか。あ、パッチールもここなんだね。新緑の山、緑が美しく空気も新鮮、自然の恵みがとても豊富でポケモンたちも幸せだ。幸せそうでよかったみんなが。これ多分上にはもういないんだろう、みんな下に行くんだろうね。姫ちゃんちょっともう一匹あれだな、進化系欲しいね。キャンディー姫もそうだな。いやーでもほんとギベさんよかったね。ギベ3兄弟が揃って、ちょっと俺も個人的にめっちゃ嬉しいなこれな。ちょいちょい多分ここにこう新しい子が来て、ここに来るたびに嬉しい気持ちになれるね。よかったよかった。よし、これから、さあそしてここがまたより一層わちゃわちゃしましたね。マサヨちゃん目立つな、マサヨちゃんこっちにいるの。ああ嬉しそう、よかったよかった。そして、ね、骨じい、これ多分孫だな。マサちゃんお孫さんでしょうね、おそらく。骨じいの、どうだよ骨じいは。なんだ、なんか複雑、ちょっと心配なんだろうな多分な、お孫さんがさ。これ怖えもん、マリカなめぞうになめられるんじゃないかなって。怖えんだろうなきっとな、みんないっぱいいる。でもキャシーが近くにいるからね。あーよかった、嬉しそう。ああ嬉しそうだ、キャスイが女の子の友達がやっとできたね。こうむさ苦しかったからな全体的にな。と多分テルもタクロも男だろうし、この辺もナメもみんなそうだし。おら悩み事が。おら狙ってるって絶対、ナメゾウがやっと女の子が来たなっていう。こう見てよこのスケベな。この手、あでもなんかいいね、この手とナメゾウの手とさ、このマサヨちゃんの手でガシッとこうガシッとしてほしいね。いいカップルになるかもしれない、もしかしたら。みんな元気か。ソルだけここやっぱいたんだよな。ソルだけいたんよなここな。みんな元気でよかった。ソルもちょっと身体を考えて、ここまだいるからな、また来ることになるでしょ。よし、
オッケー、じゃあこの後はついにあれか、もう一回天空の塔にあいつと一緒に行く時間が来たの。しゃあ、まずはこの2匹で、この張り切ってんねピカイチ。俺まだ喋ってんだけどパシッつって倒したけど、まずちょっとさ、このメンバーで久しぶりにちょっとあいつに会いに行こうぜ。今度は友達になりにな。